をまだまだと見せつけることができるか。スタートしてまいります。時間になるよ。時間を使え。時間を使えよ。降りてくるよ。さあ、逆転行け。どうだ。おせえな、おい。来た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 。合わせる。1、2、3、4、5、6、7、8。行った行った行った。終わってる。終わってる。かな、どっちが良かったかということになります。引きます。また内海さん、僕後ろ姿に92点、はい、そして、はい、時田さんは今の反対の意気込みに98点、そして貝本さん一人頭、はい、12点ということは勝負あり、はい、2回戦進出。さあ、いよいよチーム1000馬力が合わせて約4000馬力。さあ、4000馬力のドリフトを見せてみよう。近いぞ。さあ、煙が出てる出てる出てる、降りてくる。豪華なチーム1000馬力やばいぞ。どうなった、高山が降りたんだ。ダウンドが綺麗だ。来た、1、2、3、4、見事迷子で、綺麗だ綺麗だ、素晴らしい、揃った等間隔。高山、出た150点、いい加減な得点入りました。さあ、そして徳田さん、あの綺麗さ迫力に200点。そして貝本さん1000点出ました。ちょっと待って、はい、大迷惑、何にもね、この4 盛り上がってるね。いよいよ行きます。熊高の虫毛先頭、野村健、そして小口義則、藤尾トム、何かが起きなければいいんですが、お願いだから起こさないで小口さん。さあ、降りてくる、降りてくる。さあ、熊久保が、後ろから野村健が、そして小口よしのりが来た。近い、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 近い。さあ、野村健が、小口よしのりが、藤尾ストムが、さあ、近いところ、ギリギリのところ、4台が、揃って、立ち上がってんだ。お見事、お見事。聞いてみましょう、内海さんの4人たち、あとはチーム10。クリップギリギリバカかギリギリバカかあいつら、トランク開いたよ、すごかったぜ、このまま振り切った。彼らはアウトクリップをコンクリートウォールに飛んでたんで、タイヤは関係ないんです。関係ない、関係ない。いよいよ決勝戦、チーム SL に対してチーム1000馬力の最後の走り、やばいぞ、なんかやばいぞ、どっちに来るぞ。4000馬力が本気で来たらえらいことになるかもしれない。さあ、すごいクリップだ。馬力は完璧です、はい、ものすごい盛り上がりました。こんなうまいというのはさすがというところは見せましたけれども、団体としての原点で点数で、チーム SL に勝ったと。